はい、今世界で初めてペッパーと K-NEXT ダリが連携した瞬間を皆さんこの動画で見ました。はい、皆さんこんにちは。 IoT 設備制御系 YouTuber の中田です。今日はですね、ソフトバンクさんに来てます。どうもこんにちは。こんにちは、はい、ソフトバンクの北崎さんと松下さん、はい、松下さんですね、はいはい。今日こちらに来たのはダリと K-NEXT とペッパーを連携させる実験をするためです。で今日ですね、こちらこれ踏むと発電して Bluetooth で信号を送るというこういう床があるので、これを今踏むと、はい、今 LED が光りました。これどういう風になってるかっていうと、これを踏むと Bluetooth でノードレッドに送って、そのノードレッドがこの信号を受けたらダリのゲートウェイにこの LED を点滅させる、ダリのコマンドを送って2秒後に、消灯するコマンドを送ると。で同じように K-NEXT の場合はこの、RGB のテープライトのレッドのところのデータポイントに踏むと点灯するコマンドを送って2秒後に消灯するデータを送るというようなことをやってます。でこう踏むとつく、照明のダリと、設備を制御できる K-NEXT に送るのがこういうふうにできたので、やりたいことはこの発電床を踏むと照明がつくのと同時にペッパーがハローっていうのをやりたいと思ってます。はい、今、はい、ワンフットシーバスの田中さんが、MQTT のブローカーを作っててそこで、送るようにしてるんですけど、なかなかちょっとうまく、はい、頑張ります、はい、手伝ってもらって今やってるところです。奮闘中です、はい、奮闘中ですということで、これはなんだ、はい、うまくいけば、完成のまた動画をご紹介します。はい、それでは機材の説明をいたします。まずこちらが、K-NEXT の機器です。でこれが K-NEXT 用の電源で、これはスイッチアクチュエーターオンオフです。でこれはパソコンとつなげるときに必要な USB で今回使ってないです。でこれが K-NEXT の IP ルーターなんですが、これとこれがイーサネットでつながって、はい、この Wi-Fi ルーターに来てます。でこれは単純にこの K-NEXT の IP ルーターのための直流電源です。でこちらにあるのが RGB テープライト用のアクチュエーターで、今回はオンとオフしかしてないんですが設定で調光もできます。でなのでこれを踏むと、はい、今レッドとグリーンが点灯してこれで緑になってます。でそれとこちらの単色のテープライトがつく、これはスイッチアクチュエーターでついてますと。では次にダリの方の説明です。でダリの方は、これがダリバス電源ですね。ダリのネットワークをアクティブにするための電源で、これが、ダリとイーサネットのゲートウェイです。でこのゲートウェイから、はい、このイーサネットケーブルが出ててルーターにつながってますと。でこれがテープライト用のダリのコンバーターで、このテープライトは 24V の低電圧で点灯するので、この電源とテープライトの間にこのコンバーターが入って、制御、はい、今回は、まあ、RGB 全部全部のアドレスに全点灯するコマンドを送っているので白色になります、という流れですね。はい、はい、では今回のシステムのノードレッド側を説明します。まずこちらですね、これは、スキャンビーコンというので先ほどの発電床の Bluetooth を受け取ります。でこれオンオフとあるのはこのスキャンビーコンをアクティブにするか切るかというのを普通にインジェクションノードで送っています。でスキャンビーコンが受信状態になると床を踏み込むとこのスキャンビーコンでそれを Bluetooth で受け取ってそれを JSON に流して発電床が持っている Bluetooth の UUID
でフィルタリングをかけて、この発電油が踏むと連続して信号が送られることがあるので、ここで程よく整理されています。250ミリ秒ごとに取ってるので、まあ、これが1の状態の時には信号を受けてダリと K-NEX に送って、ダリの方はこっちでダリに来ると255カンマ5、ブロードキャストオールでマックスレベルの点灯というコマンドを送ります。コマンドを送って、これがダリのゲートウェイにシャープ255カンマ5というダリのコマンドが送られると。そうするとダリの方は全点灯します。こんな感じですね、はい。で次に K-NEX の方ですが、こちらは K-NEX で101というのを送ってます。01というのを送って、それぞれレッドのオンオフ とこれで1というデータを、トピックというのはこれグループアドレス、 K-NEX の、グループアドレスというもので、003に対してデータポイントの1001、まあ、ここに対して1というデータを送ってます。でこれ K-NEX の場合はそのグループアドレス、このトピックというのはグループアドレスで、これが赤の LED をオンとオフにするという設定になってます。でここに送るのと、もう一つグリーンに対して、グリーンのデータポイント、グループアドレスが004で、ここに対して01というのを送るようになってます。で今回は同時にレッドとグリーンをに一応送っているので、これが、はい、RGB の方は黄色になりますと。でもう一つこちら単色の方、4000Kの方も、これはグループアドレスが001で、ここに対してデータポイント1001という形式で1を送ると点灯するというふうになってます。でこちらがトリガーノードになってて、送ってから2秒後に0が送られると。はい、なんか話してます、はい、まだちょっとうまくいってないです、はい、でというふうになってます。でこれは MQTT でちょっとテストとして送ってますというようなのが今回のシステムです。と今いろいろテストして、これで踏めばMQTT でペッパーに飛んで、ペッパーがハローっていう風になる状態になりました。まだ、実際やってないんですけど、じゃあこれから今多分ね、世界で初めてK-NEX とダリとペッパーが連携する瞬間を、はい、皆さん、はい、この瞬間を収めようとします。じゃあ行きます。じゃあこれですね、踏みますよ、せーの、ハロー。あ、お、ハロー、早い、うまくいきました。もう一回やりましょうか。ハロー。おー、はい、ハロー。拍手お願いします。あ、はい、今世界で初めてペッパーと K-NEX とダリが連携した瞬間を皆さんこの動画で見ました、はい、ハロー、ハロー。おー、いやー、よかった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 、はい、はい、これで、ペッパーは光の魔法が使えるようになりました、はい、です、まあ、こんな感じでこれからもいろいろ楽しいことと、あと実際にそれが何かを生み出すようなことを、みんなで実験していきたいと思います。はい、じゃあ今日は無事大成功です。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。はい、松下です。松下さんですね、はい、はい、あ、素晴らしいですね。やっぱ世界初は何事も楽しいですね、うん、ちょっとガンガンこれでペッパーと光物を連携させていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、K-NEX だと、はい、いろいろあのロールスクリーンを上げ下げしたり、はい、ブラインドを動かしたりとか、そういうこともできますので、じゃあ、はい、ペッパーが部屋の中で、はい、あの朝起きて寝るまでをいろいろこう再現するとか、はい、部屋の中操作するとか、そういうのやりたいですね、ぜひ、はい、ぜひやりましょう。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ北崎さん、はい、はい、こんにちは、ました、はい、楽しかったです。はい、じゃあ次は何やりましょうか。次はですね、 IoT スナックでダリと K-NEX を導入して、はい、お客様が店の照明をコントロールできるようなユニークなお店作りをしたいと思います。はい、ぜひやっていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、どうも田中です。今回ノードレッドと、なんとか今日ペッパーとつなげようと頑張っておりました。まあいろいろなトラブルあったんですけど、最終的につながって、まあ、日頃の行いが良かったのかなと思ってるんですけども、あのこれいろいろできるとな、あのホロレンズとか他のものにも時代につなげていけると思いますので、またいろいろと企画を僕も考えていきたいなと思っております。よかった、やった、はい、ということで、はい、ありがとうございました。